さあやってこう。続いてのコースは 200cc ピーチサーキットですね。よろしくお願いします。おそらくみんなが一番好きなコースであろうと、まあ俺なりの予想なんですけど、よろしく。ちょっとラグがすごいんでね。いやもうさっき俺最悪なんだけど、マジでめちゃくちゃ良かったんだけどね。あのキノコ回避して、落ちてるキノコで溶け回避したのにさ、お父さんのせいすべてそれが台無し みたいな感じになっちゃって、はい、水の泡ってやつね。ちょっとこれコイン6枚にして、次2枚取っていきましょうか。でここで一応アイテム交換して、赤コーラ消せたね。いい感じ。真ん中に置くと大体あれ赤コーラ消せるんで、しっかりロイパター覚醒していきたいと思います。エルタソさん早いね。しっかり EMT 貯めて、まあ、SMT の方がいいか。しっかりスーパー解放して、コイン10枚なんで最速ルート取っていきたいと思います。でここにスクはまあ早いと。あここで OK。 これボムうまく使っていきたいね。これさチビ状態だからさ、この走法でいく。これ早いね。よし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 。150と同じ速度になるんで、サンダー状態は。一応これボム置いていきますと。多分食らう。よし。でこれ、あちょっとアウト膨らんだからな。これスーパー数解放して距離伸ばしていきたいんですが、後ろ赤コーラ引かれてそうじゃない。いや、ん、何引いてるか分かんないな。まあとりあえず走っていきましょう。これスーパー解放して、キノコ注意ね。あこれ毒キノコ OK。 なんかアウトのキノコは毒キノコだけど、内側にねあのキノコあったらあのインつけるんで。さあ裏にコインですね。あ悪いような人来てるね。これはもう独走かな。よし、はい、ジャンプと、あとこれテレサ来ても裏にまたボムと。これ置いた方がいいかな。一応やめとく。あのこの前ね、あの置いたらコメント欄で置くなボケとか言われたんで嘘です。はい、ということで皆さん今回もご視聴ありがとうございました。もう 200cc 一番強いカスタムですね、これは。もう俺が言うんだから、はい、ロイパタテンね、ぜひ皆さん使ってみてください。もう超強いんで、もう万能、何のコース着ようが関係なく強いんで。はい、という感じで今回もご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価、あとフレンド申請、過去動画の、動画もご視聴ぜひぜひ、マリオカート7とか、これからねマリオメーカー2のバトルモード動画なんかストック作ってどんどん上げていこうかな。バトルモードすっげえ面白いんで、って言ってもまだ1、2回しかやってないんですが。はい、それではカズマルクスでした。おやすみなさーい。